キャスリーン・メア・リード・リューベーカーはイギリスのソウル医学者である。海苔養殖に必要な人工細胞を技術の開発に大きな貢献をし、日本の海苔産地では海苔養殖の母などと呼ばれている。ランカシャーのリーで生まれた。マンチェスター大学で海藻の研究を行った。1922年から1957年の間、マンチェスター大学で植物学の講師を務めた。 イギリスソウル医学会の創立者の一人で、初代会長を務めた。住吉自然公園の検証費ドゥルーサイドリューは、海岸で、海苔の糸状態を下記の貝殻の中に発見し、それまで知られていなかった海苔が夏を、どのように過ごすのかを明らかにした。信仰のあった、ソウル医学者、九州大学、瀬川宗吉に、手紙で知らせ、それをヒントに、 瀬川や熊本県水産試験場研究員の大田不相男らが研究を進め、1953年頃までに海苔の人工養殖技術を完成させた。海苔はウェールズでも伝統的な食材として使われていた。土竜の功績を検証するために海苔養殖業者は寄付を集め、有明海を望む都市の住吉神社に1963年に、 漁民たちの奨学の寄付の積み重ねによって、検証費が立てられた。石踏みの除幕式には、福岡県や佐賀県からの来訪者も含め45人が、参集。以後、毎年4月14日に、石踏みの前で、土竜祭が開かれている。この日取りは、住吉神社大祭期間中で、土竜の月命日である14日を選んだものである。2001年には、 彼女の生誕100周年ということで、彼女の息子と娘がこの式典に招待された。K.M. ドリューは、植物の学名で命名者を示す場合に、キャスリーン・メアリードリュー・ベーカーを示すのに使われる。山本文氏、海苔養殖の母、英国学者戦後日本の食卓支えた功労者、検証、後世に伝える、日本経済新聞長官2018年5月28日。 マイケル・ブース、英国一家、日本をお代わりかどうかは書店2018年、P73 から76。ありがとうございます。